久保さんいや、マトリックスね <laughs>。マトリックス。言われ続けるでしょうけども。<laughs> いや、マトリックス、懐かしいですね。まあ今回は何でしょうかな。うーん。買ってみないとわからないですね <laughs>。買ってみないとわからないと <laughs>。まあ多分ね、買う前に多分、ビビると思うんですよ。多分ね。 まあ旅行もそうだと思うんですけど、例えば、ん、か、えー、全く知らないね。例えばあ、じゃあ今ね、今ブラジルに行くってさ、怖くないですかどうすか今ブラジルに旅行行くって怖いと思うんですよ。でも行ってみないと、現地ってわかんないですよね。どんな状態になってるのか。少なくとも知ってる情報しかないわけじゃないですか。テレビで出てくるような。現地にリアルに行ったことがなければわかんないと思いますし、例えば、 あのー、あ、そうそう、ね、久保さん、あこれ、これ、あれにしよう。今回、ちょっと SEO 的に、SEO 的に久保さん、買ってきました。一覧。これ、買ってきました、ちょっとトレンド遅れてますけど、これね、500円、400いくら、400、もう、ぶち抜いてますね、カップラーメンで400円ってやばないですか。 カップラーメンで400円って、400円のカップラーメンって食ったことあります僕ないんですよ。これ食ってみないとわかんなくないですかでもね、これドンキホーテで買ってきたんですけど、なんか、あの、人気すぎてひと、お一人様1点って書いてありました。400円のカップラーメン、すごないですかこれ多分今まで初じゃないですかあんま多分ね、400円で、450円くらいだと思うんですけど、 一蘭定価いくらなんだ一蘭。一蘭。カップラーメン。490円ですね、税込み。490円。2月、2月に。あ、品切れ中らしいですよ、今。食品産業新聞。品切れ続出のカップ麺。一蘭豚骨。 通販再開は3月上旬2月19日に、えー、完売店舗が続している話題の一蘭豚骨、えー、2月15日に発売した一蘭として初めてのカップラーメン具材なしでありながら税込み490円という強気の価格にもかかわらず SNS などの大きな話題を読み一蘭の店舗や公式サイトお土産一蘭のほかもう爆発的に増えたと買いました買いましたね 490円のカップラーメンっていうタイトルにしようかな。一覧のラーメン。これ食ってみないと分かんなくないですか分かりますいくら話題になったとしても、食わないと分かんなくないですか <laughs> だから買ってみないと分かんないし、やってみないと分かんないし、その、その味を確かめたいんだったらやるしかないですよ。だけどみんな、なんかそのやる前にね、ビビるわけですよ。やってみないと分かんないですよ。でね、 もう本当に久保さんがいい事例だと思うんですけど、僕はね、正直、本当に正直言うと、久保さんがここまで来るとは、1ミリも思ってませんでした <laughs>。久保さんに申し訳ないですけど、変なおじさんがいるなと、まあ僕も変な人なんですけど、変なおじさんがいるなしか思ってなかったんで、でそんな変なおじさんとやり合いしてるっていう、なんやねんこれっていうね <laughs>。どうすかね <laughs>。今切っても切れないやり合いですよね。どう、人生は何あるかわかんないですよね。 だから僕は本当に声を大にしたいんですけど、僕は久保さんの幼少期を知ってるわけですよ。全く、全く、まあ、ゼロ、ゼロを知ってるわけですよ。だから、なんだろうな、やってみないとわかんないですよね。うん。だから、本当にね、売ってみないとわかんないっていうね。<laughs> 売ってみないとわかんないし、やってみないとわかんないし、買ってみないとわかんないし、全部、その先の未来は誰も予測できないです。10年後未来予測できる人誰がいるんですか。 10年前スマホを片ね、堀江さんじゃないですけど、10年前スマホをね、あの、歩きスマホを誰がイメージできました誰もイメージできないですよ。だから、とりあえずやれって話ですね。いってらっしゃい。